お、いいね、吉田さん。お、ただいま小樽に来ています。結構なね、綺麗な海でございます。これから小樽にやってまいります。それでは行ってみたいと思います。ここが小樽運河です。昔ここでね、いろんなものを運んだと言われております。まあ、世界にはね、パナマ運河やスエズ運河がございますが、日本でまあ唯一かな、小樽運河がありました。間違ったら、ごめんなさい。ここが、旧重要文化財指定でございます。旧三井銀行小樽店でございます。建物がですね、こんなにねすごい建物で、私自もびっくりしております。今はね、なんかイベントごとに使われてるみたいでございます。ご覧の通り、綺麗なものもございまして、こういうピアノ型も用意しております。もね、綺麗ですね。こんな、うさぎ型した、オルゴールもございます。テディベアみたいなこういうオルゴールもございます。こういったね、最高級のオルゴールもございます。私も個人的に好きなんですけどね、高くてとても手が出せません。いろんなオルゴールがございます。小樽ビールを、ね、買ってみました。他2種類あるのですが、今回はこちらのドンケルタイプを飲んでみたいと思います。ではいただきます。うめえって感じでございます。北家老のソフトクリームを買ってみました。では早速食べていきたいと思います。うめえ、とてもね、クリーミーでね、濃厚な感じになっております。特にこのワッフルっていうかね、コーンがね、大好きでございます。後でむしゃぶり食べていきたいと思います。初めてね、
観光を決めたんですけどね、なかなかね、うまくいかなかったと思います。今度はね、ちょっと面白くね、観光のね動画を上げてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。Thank you.